ジェネトーク。ジェネトーク沖の皆さん、本日も頑張って4人で行きたいと思います、はい、今日のメンバーはパフォーマーの小森隼人と白浜亜嵐と、ちょっと最低日本でまだギリ良かったなって、うん、アメリカだったらすごいことなかなか文化の壁がありますから、うん、龍斗くんとあと、その他1名の今日は4人で、その他1名でその他1名で、ね、1名でお送りします、はい、やっていきたいなと思いますけども、はいはいはい、亜嵐くん、はい、愛媛県の、今治市のホームタウンにしている FC 今治、そうですね、今年もユニフォームをデザインされたということで、はい、2016年にもやらせてもらったんですけど、はい、これはじゃあ今年っていうのは2016年にやって、2019年のユニフォームをやったと。 2018?9? 2019年からですかね。だから今までも前回も僕もが作ったやつで、でまた2回連続で作ったってことですね。なるほどなるほど。僕あのサッカー相当疎いんで分かんないんですけど、はい、FC 周りっていうのはどういうチーム？今 JFL に属してる、まあ日本代表の監督もされたことがある岡田さんの、はいはいはい、あのチームですね。岡田監督が率いる、監督じゃないんですよ、はい、一応。おお、そうなんですね。はい、そう、もうオーナーみたいな感じで。ああ、なるほど。ってことは監督は別にいて、岡田さんがこう基本こう色々見てる。そうどうなんですか、この、はいはい、今年から、はい、まあ日本代表でもプレーしたことがあるあの橋本秀夫選手とね、はい、あとディフェンダーで有名な駒野さん、日本代表駒野選手、はい、これが新加入されたってこと。新加入すごいんですよ、これが。ということはこう今までのこう FC のやってきた中でも、はい、さらにこうまた J リーグに入るために、わお、そう、 J3 に上がるために今、去年が惜しかったんですよ、本当に。はいはいはい、あと1個勝ってたらっていう感じだったんですけど。 あと1試合あればって、はい、でも今回この橋本秀夫さんと駒野雄一さんが入られたことによってよりこう、いや、すごい近づいてます。なるほどね。まあね、 LDH も、はい、まあスポンサーのあ、まあ一つとしてもやらせてもらってるので、はい、まあみんなで盛り上げていけたらなっていうからのユニフォームですね。岡田さんは結構直接お会いしたことはあるんですかね。もちろん、はい、まあ東京でご飯を食べたり、はいはい、まあ地元に帰った時は地元でお会いしたりもしてましたね、はい、なるほどなるほど。本当に素敵な方ですよ。あの、いい方というか、いい方です。お酒も結構飲まれる。そうそうそう、ゆうたくんもね、この前岡田さんと飲んだ時、アラン首って言ってなんで岡田さんに言ってた。アラン首って、アランくんばっかじゃなくて、岡田違いアランくんばっかじゃなくて、僕もお願いしますよって言ったら、うん、あ、じゃあアラン首なんでやねん、いきなり首になっちゃったの。だから2020年にはもしかしたら交代もありえるかなということで、うん、そうですね。まあ、でもね、愛媛県今治市盛り上げるということでもね、ぜひ皆さん行った際には、ね、はい、応援していただければなと思います、はい、ということで、ジェネトーク今週もよろしくお願いします。それではここで一曲聴いてください。 EXILE でビクトリー。Generations がお送りしているジェネトーク。ここからは以前募集した新コーナーをご紹介していきたいと思います。見事採用されたリスナーにはサイン入り原稿をプレゼントしていきたいと思います、はい、改めて振り返ります。残っているコーナーはジェネ男塾、お悩み相談、ジャングル探偵レオの3つということでですね、はい、うん、たくさんあった、企画をですね、どんどん切り裂いていった結果、ほとんどなくなるという。そうだね、なんてこった、うん、はい、まあでもなくなっていいやつは確かに多かったよね。未だに安定しないっていう番組がないんじゃないかなとね。普通大会ないから、まあ、安定したコーナー、安定しないというのは、うん、まあでもある意味ね、でも変わり続けてもいいんじゃない、大社だね。ゆうたくん、どうも。やっぱ変化を恐れずに進化した方がいいよな。よろしくということで、早速紹介していきたいと思います。それぞれのメンバーのコーナーが届いています。今日はりゅうたくん、亜嵐くんのコーナーを紹介していきたいと思います。まずはこちらのお便りです、どうぞ。ラジオネーム、まゆきさん。2019年、りゅうたくんの新コーナー考えました。ありがとう、はい。どんなものもアダルト担当の力を発揮し説明、何について説明しているかメンバーが当てるコーナーはどうですか。例えばリンゴというお題について、リンゴという言葉を使わずにメンバーに何についてりゅうとくんが説明してるか当ててもらうコーナーです。だから結局今までりゅうとくんがやってきたコーナーと、まあほぼほぼ何も変わらないっていう。変われへんぞ、何も。ちょ、お題出してください。じゃありゅうとくんで、りゅうとくんが我々が当てるっていう、何のことを話してるかを当てるというね。はい、はい、説明するよ。はい、ふわっとしたあのギシギシいうマットレスみたいな感じのなんかパン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 こうする場合もあれば、中にこうブニュってこう何かが入ってる時もある。ハンバーグ。違うわ。え、まあ握るな。
握るし、握る？叩くし、うん、口に入れるな。食べ物だじゃん。食べ物、食べ物。魚肉ソーセージ？中にプニュ？プニュっていうのもあれば、コリっていうのもあるし。コリュ？ってしてるのもある。結構な状態じゃないとなんなくないですかあれって。何の話してる？何の話してる？手やめてそれ。いやいや、その、っていう表現って、いや僕最近思うんですけど。いやもう、ずれてるから本体から。あれって、ファーストでやっても無理くないですか？違う違う違う。ファーストで行くとくっついてるじゃないですか。結構な。手やめ。正解はおにぎりでした。で、わからんわ。ブリュってな、ブリュまあ、梅干しな。叩く？叩くやん、こうやって。ああ、作るとき。叩く？なるほどね。これ、っていう感じになるってことでしょ？っていうコーナーになるか。なるほどね。っていうコーナーになるね。うん。じゃあ続いて、ラジオネーム、人生ジェネに主導権握られてる女。はいはい。リュウト君の新コーナーを思いついてしまいました。はい。その名も、勝原リュウトの、何言ってんの？ちゃうわ、バカ野郎！うん。内容は東京で日常的に使われている言葉やものと関西との違いを関西弁でツッコミを入れていく感じです。なるほど。例えば東京と関西のエスカレーターは逆とかです、うん、私は関西人なので東京とは何が違うか知りたいです。それね、めちゃめちゃ面白そうだけど、うん、ケツが見えてるよね。東京と大阪だった。だって逆にこれ以外のじゃあ現象なんですかって聞いたらもう出なくないですか。だって、うん、なかなか難しいよね。だって違う、言葉は当たり前じゃないですか、方言ですから、うん、じゃあ大阪でそれ以外東京と違うなんか気温の表記がドじゃないとかそんなわけないじゃないですか。そうだね。なんか手榴弾 OK とか、うん、そんなわけないじゃないですか。それ世界中そんなわけないです。そうだからもう終わりなのよこれ企画も。まあ、なんかある関西と東京の違い、関西出身の二人はホルモン屋ないやろ普通に東京、うん、商店街とかに向こうあるから大阪だからあるわの時点でちゃうわじゃないんですよ、うん、100円とかで買えんねんで、ね、ビニール袋入れてくれんねんホルモンおやつやなんやろそんなないないっす、うん、東京ないっす終わりや。ほら、福祉関西。言うとか今ちゃうわーっていうのが出ないってことは関西弁でツッコミを入れていく感じですって書いてたもん。無理やな。逆に今ので龍斗くんがうまくちゃうわーに持っていくようにするっていう。そうそう。だから龍斗くんが龍斗くん東京にホルモン屋ってないんですよ。そうなんか袋にこうやって入れておやつ100円でおやつみたいなのが東京にないんですよ。うん。これ結構頭使いますね。そうだからこれまで結構ね破綻してるのも難しいかもね。ちょっとややこしいかな。そうそうそう難しい、ね、もっとシンプルなコーナーがいいな。うん、あ来たよ。じゃあ続いていきましょう、はい、ラジオネーム四角い女さん。はい。うわクレジー四角や。数原龍斗のひらめきクッキング。料理が得意な龍斗君を筆頭にリスナーから寄せられた食材や料理をあまり知られていないけどジェネレーションズの皆さんがおすすめする食べ方やアレンジを紹介するコーナー。以前カップ麺か何かにミルクを入れるおは入れないみたいなトークを思い出しました。これはでもねこれもケツ見えてるよ。だし頭使わないといけないじゃないですか、うん、結構この現場はこう頭使えない状態で収録することの方が多いんで無理です。難しいです。あとその送ってくださる食材の大喜利になっちゃうと思います。ああなるほどね。多分そのうち送る側が大変。そうプリンと味噌どうしますかとかなんかその食材大喜利になっちゃうんで、うんうん、リスナー基本うちの番組ないんで本当にお便り見る限り嫌われるぞ最低、うん、はい。じゃあ続いて最後の3つ連続でいきたいなと思います。はい。ラジオネーム毎日残業ゴリラちゃん。はいゴリラ。リュウト君のホルモン屋への道が終わっちゃって悲しいです、うん、はい、はい、続いてありがとうございます。ラジオネームラフランボアーズさん。はい。リュウト君の新コーナーで数あるリュウトそば屋への道を復活させてほしいです。はい。お題に関してリュウト君が自由にストーリーを作っていくそんなコーナーが面白いので継続してほしいです。はい。続いては、ラジオネームワンニャーガオッパウさん。私はリュウト君のホルモン屋への道がめちゃくちゃ好きでした。だからホルモン屋への道 が終わってしまって本当に悲しいです。そこでリュウト君の新コーナー考えました。その名も思い出した。部長数原リュウトの映画研究部です。このコーナーではリュウト君が主人公となり他のメンバーも参加でリスナーから届いた物語の台本に基づいてリュウト君がアドリブでセリフを言いながら話を進めていくというリュウト君が完全主役の映画コーナーです。おもしろそう。だからリスナーさんがなんか台本を書いて送ってくれるのとかそれを読むのとか面白いかも。大した台本送ってくる？それでもそれはもう見つけんのよ。うちの塚さんがリスナーの方も大変やでな。でも、うん、台本をね。これはだからリスナーありきのコーナーになるんで、面白いのがなかったらリュウト君のコーナーがなくなる。だってまずホルモン屋への道でさえラストは
ボツとかしか来なかったわけじゃないですか、うん、それをもっとシナリオをつけてやるって細かくしたら、うん、なおさら何書いていいか分かんなくなって、うんうん、リアル打ち切りがあるかもしれない、悲しい結末やなになっちゃうパターンもあると思うんで、逆にそれをやってみるっていうのをするとするならば、ちょっと今までのリュウト君のキャラの趣旨では難しいかもしれないですね。小森さんから却下出ました。リュウト君意外と手応えあったのにね。うん、でもまあ僕はなんかこのリスナーの女たちをできるようなコーナーにしてるんですよとにかく最低。まあホルモン屋の道でしたね。でももういつも同じ子でした。 やることは一緒で、俺名前変えればいいと思うよでもね、確かにそうなの。じゃあ荒木久々に来たから分かんないかもしれないけど、うん、もう後半本当にホルモン屋への道またこいつかっていうやつか毎回一緒やから30年目のしか、おこれ読んだことあるなみたいな、採用されまくっちゃうんだね。採用されまくったら、その子は相当言うまくビシャビシャよな、もうもうビシャビシャ、ビシャビシャ。ああ、なるほどね。だから送ってくる人が自分のコーナー考えて送ってきてくれと声を大にして言いたい国会で言いたいですよ全然関係ない。まあでも映画コーナーはちょっと三角ぐらいにしよう。三角ぐらいだね。でも確かにリスナーの皆さんが主体のコーナーもちょっとなくなってきたんで、うん、そうだね、うん、そうですね。交流か、こうなんかそれはリスナーが面白いことを考えるっていうことじゃないですか、うん、そうですね。お悩みも男塾も別に普通オタみたいなもんなんで、うん、逆にこう提案してもらってやるコーナーが一個あってもいいんじゃないかなと思うんで、保留で。はい、だからタイトルだけ決めて中身をリスナーに考えてもらうという、そういう面白いのもね。そうですね、そういうのも全然ありだと。あ、でもそれはそういうのもいいかも、ね。タイトル決まりました。ででん、カズッチの濡れ濡れ教室内容は任せます。だからあのね、リュウト君ね、あのネーミングセンスが悪いのかな。そう、あのね、だから感じてほしいよが、まあ別にあれですよ、うん、僕がとかっていうつもりはないですけど、速攻なくなった理由はこういうことらしいですこういうことらしいです。あ、これが、大丈夫なの彼はっつって消えるっていう出来事になるぐらい結構ね、悲しいな、ね、厳しいんだって、ね、もうテレビだけじゃなくてラジオまでラジオまで育っててるんで、ちょっとぬれぬれ教室さん、ちょっと笠原さん、ちょっともうひとひねり、ビシャビシャのビシャモンテひどくなってるビシャモンテでも好きよ。レベルが上がった。ビシャモンテでいいじゃん。ビシャモンテ、カズッチのビシャモンテ、カズッチのビシャモンテ、カズッチのビシャモンテ、めっちゃ面白い。フランスのなんかおしゃれな、フランスのおしゃれなフランスの。だから一旦これカズッチのビシャモンテっていうタイトルを受けて、受けた上でこうなコーナーを皆さんぜひ送ってください。だからあのジェネトークの公式ツイッターもございますので、ハッシュタグジェネトークと、カザのビシャモンテ、カザリュウトのビシャモンテでちょっとたくさんメールをお待ちしております。それでは次行きましょうか。アラン君、アラン君、そうしたね。そうですね、いいですね、意外と盛り上がりました、結構いっちゃったもんね。アラン、はい、メアリー、ラジオネームキンプラゴボウさんから、白浜アランのイケメン道、残念なイケメンであるアラン君が素敵なイケメンになるべくリスナーさんから寄せられた周りの人のイケメンエピソードをもとにイケメンポイントを上げていくコーナー、どうでしょうか。ちょっと恥ずかしいかな。恥ずかしい、ね、あれだと思うな。まあプリンスオブレジェンドを見てくださいよ皆さん。まあ、別にアラン君が何言ったわけじゃないですけど、うん、そういう王子がいっぱい世の中にいるわけですから、ね、うん、一人にこう絞ってアラン君にっていうのもまたちょっとね、あれなのかなと思いますよね、ラジオネームベイちゃん、ベイちゃん、ベイちゃん、アラン君による英会話レッスン、以前蕎麦屋の道で何度か登場したレッスン1をまた聞きたい。レッスン1、役に立つ英会話シチュエーションを交えながらやる海外での面白いエピソードを募集。あ、面白そう。じゃあ決定。いや、ありがたい、違う、まだあんだろ、まだあんだろ、このいつしか来てないから。残念。ジェネトーク全体的になんか人気なくなってます？そんなことないでしょ。え、ちょっとマジ、ほんとこの最後の大事に言ってるいつもの JFN パークのアプリをみたいなやつとか、メッセージフォームからみたいなやつ、ちゃんと言った方がいいんじゃない？もう。いや、じゃあ、リュートは100以上来てる。なんで俺だけ来てないんですか？俺あんまジェネトーク出てないから。そう、だから、じゃあ、ほんとにそうだと思う。あ、でもそうやと思う。だって、ジェネトーク聞いてます、リュート君とユータ君とハヤト君の会っていう人の方が8割だもん。なるほど。だってなんか流れてくるのも多いもんな、3人でやってるやつ。そうですよね。てか、そう、出てない、もう比例してきてる結構、ジェネトークと。あ、やっぱ出れば出るほどね。出演回数と。だって、ほぼほぼ、だって、たまに、ラジオ局の人で、
あ、僕ラジオ聞いてますっつって、ありがとうございますって言うじゃないですか。その後、あの3人でやられてるやつ、3人でやられてるやつあのジェネレーションさんでって言った時にも、ね、あ、あのさ、ああそうです、やってますみたいな、この3人ってことで。すごいな、ジェネトークなんて。俺もリョータとかも、リョータとかの方がイメージなくない、なんかジェネトーク。いや、彼忙しいからいいのよ、もうそっと置いといて、うん、忙しいねんから。じゃあどうしよう、これ決まり、いや、いいって言ったじゃん自分。いや、いいよ、タイトル、じゃあタイトル決めました。はい、白浜蘭のビーチクパラダイス言ってんねん終わろてモデルし途中からじゃあ開けて、白浜蘭のビーチクパラダイスということです。投げやりなりするでしょ、やばない意味が分かれ、この内容とそのタイトルがもう試しにどんな、どういう感じなの。もう内容はこれですよ、ただタイトルが、あの白浜蘭のビーチクパラダイス関係ないや英語だから。これ親聞くな、親聞いちゃったらまずいな。じゃあ名前はちょっと後々考えましょう。名前は考えましょうか、うん、その代わりこれあれですよ、この、うん、やるって言ったからには、うん、来ていただきますからね、ジェネトークに。これやろうよ、これ面白い。なんか、だから英語の教科書みたいな名前にすればいいんじゃない。なんかニューホライズンとかなんかあるでしょ英語の教科書、なんかそういう名前だったよね、なんかあれありますあります、うん、確かに。あ、じゃあこの子にサイン入り、あげましょう、うん、送りましょうか。この結構いろいろ書いちゃいましたけどね、原稿に、うん、後でじゃあサイン書いて、はい、ラジオネーム何でしたっけ。ベイちゃんさん、ベイちゃんさんに、サイン入り原稿をプレゼントということでですね、ベイちゃん。てなわけで新コーナーはアラン君の、イングリッシュコーナーが、イングリッシュコーナーね、タイトルはちょっと後々まだ未定ということで、はい、そして、コーナー引き続き募集しておりますので、はい、JFN パークのアプリをダウンロードしてメッセージフォームから送ってください、うん、ということで JN とこの時間は新コーナーをご紹介いたしました。それではここでゆうたくんの最近のフェイバリットソング1曲お願いします。フェイバリットソング、できる限り J-POP でございます。とあいみょんでオレンジでこれかけてたやつ、何やったっけ。今夜このまま、今夜このまま、うん、いい曲。ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、本日はここまでとなります。皆さん楽しんでいただけましたか。さて、この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードして送ってください。疑問質問何でも OK です。ということで、ここまでのお相手はジェネレーションズでした。